今日はちょっとこの勢いでね、動画で聞かないといけないことがあって、はい、インタビューをやりますので、はいはい、ちょっと取り手記念の優勝に振り返ってほしいところなんですけど、はい、あの時の優勝で表彰式若干、はい、少し泣きそうな面があったんですか。あ、まあ、ちょっとうわうるっときたのもあったんですけど、まあはい、であまりその性格的にそういうのを見せる方じゃないからどうなんすかね、なんかね、はい、やっぱりあのラインで走れて優勝できたっていうのは、あ、まあ、なかなか地元縁なかったんで、 あ、 そうか、あと、まあ、仲間のおかげで勝つんで嬉しかったです。うん、そうか、それがあってで、ちょっとそういう話を、あの、はい、近い存在の人に聞いたら、その日の地元での打ち上げ、はい、拓也は泣いていたという話をですね。いや、打ち上げでは泣いてないと思います。あ、打ち上げではない。でもちょっとその本当に泣いてしまうシーンがあった。いや、どうだったかな、覚えてないですけど、酒飲んでたんで。そう、はい、あのね、ゆうきさんも、ゆうきさんはね、泣いたと、はい、ただ自分も飲みついて記憶が怪しいと、はい、しかし、よく覚えている、まさしという男がいて、はい、地元はね、いや、面白かった、その後の打ち上げ面白かったですね。なんとなんと、盛り上がった、はい、泣き始めちって、拓也とゆうきが。おそれ知らなかった。それのなんで泣くか分からなくて、一人で笑ってた。二人でね、あの、すごくね、泣いていて、いや、俺もそんなに泣いてると思うんですけどね。すごくね、怪しいこと言ったり、ただその、やっぱり、ああいういいシーンというか、地元であったからというのを、はい、あの、言ってたので、はい、そうですね、うん、はい、よりさらにというか、その、もう一回ね、G1 の優勝というところが、まあそうですね、テーマなんでしょうし、はい、頑張りたいですね、うん、あの、ここからの戦いでありね、あの、まだ残りもありますし、はい、まあ、気持ち切らさずに、頑張ります。頑張って、はい、その時は涙流して、ね。はい、笑っちゃいます。